ものすごく勉強が嫌いで一生勉強したくねえみたいな感じで思ってたんですよ、企業の方って無経験の技術力にそこまで期待してない。どこでそこをカバーするかっていったらやっぱりコミュニケーション力だったりとかポテンシャルの部分ですね、そこら辺アピールできれば、まあ、十分内定は取れるのかなというふうに思ってますこんにちは、インタビュアーのともみです。今回はアップスターツの S ベンさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは S ベンさんのを皆さんに知っていただきたいので簡単な自己紹介をお願いできますか。はい、あ、わかりました。もともと僕は20歳ぐらいまで ものすごく勉強が嫌いで、なんかもう学生の頃なんて一生大人って一生勉強したくねえみたいな感じで思ってたんですよ、そうなんですけど、まあ、ちょっとなんか20歳ぐらいの時ってちょっと覚醒しだすというか、まあ、なんか目覚め始めるんですよね、で時にリッチマップアウマンっていうドラマに出会って、これから IT しかねえなっていうことにすごい影響されて、でそれまで全然勉強してこなかったんですけど、これから IT でプログラミング勉強して起業してやるっていう思いで、まあ、一年発起してプログラミングを勉強し始めました、でそこから、まあ、そうですね、いざサービスを起こそうとしたんですけど、まあ、資金だったりとか、まあ、いろいろもろもろ準備が足らずに、まあ、一旦そこは断念して、エンジニアに転職して、まあ、すごい技術高めてからもう一回出直そうでみたいな感じだったんですね。でその間にその YouTube でも発信始めようってなって、で今そうですね、アップスターツの S ベンとして、フリーランスエンジニアをやりながら発信をしているっていう状況ですね。なるほど、ありがとうございます。すごい聞きたいことはたくさんあるんですけれども今回伺いたい内容はこちらです。エンジニアから起業までの道のりをまずは伺いたいと思います。まずはそのエンジニアとして転職されたっていうことだったんですけれども、具体的にはどういったこう企業でどういう仕事をしてたんですか。そうですね、主にその受託がメインの会社で自社開発もやっているような会社だったんですけど、最初はそうですね、結構既存のサービスの運用保守とかだったんですけど、まあ、ちょっと経ってから、その10年前ぐらいに結構古いシステム使ってて、でそれのリプレイス、もう一から作り直そうぜみたいな、AWS とかララベルとか、まあ、モダンな技術で作り直そうぜっていうことで、まあ、そこで携わることができて、まあ、そこで頑張って開発してたって感じですね。すごいですね、大変そうな、やっぱりこう未経験からエンジニアに転職されたっていうことだと思うんですけど、その未経験からエンジニアに転職ってやっぱり大変でしたか。そうですね、まあ、僕がエンジニアになったのが結構前なんですよね、今だと結構もう熾烈な争いというか、もうライバルが多いんでみんなエンジニア目指してるから、この転職のハードルがぐーっと上がってるんですけど、当時はそこまででもなくって、まあ、ポートフォリオはまあったっちゃあったんですけど、提出まではしなかったというか、あ、そうなんですね。一応もう面接で口頭で伝えてたぐらいの感じで、まあ、意外とすんだりその時入れましたね。あ、じゃあ逆にこう入ってからの方が大変だったとかってあります。そうですね、当時フレームワークとかの存在も知らない状況に入ったんで、もう生の PHP でいろいろやっていて、すごいですね。でフレームワークに出会って、こんな便利なものがあるんだみたいなことにすごい衝撃を受けた記憶があります。なるほど、なるほど、ありがとうございます。こう実際こう転職活動をしてみて、まあ、今と多分その昔だと違うと思うんですけど、必要だなと思ったこうスキルとかってありますか。今だとまあポートフォリオだとかは必須だと思うんですけど、あとは基本的にやっぱ企業の方って未経験の技術力にそこまで期待してないというところがまあ正直なところだと思ってて、でまあ、どこでそこをカバーするかといったらやっぱりコミュニケーション力だったりとか、あとキャッチアップ力だったりとか自走力だったりとか、まあ、そこら辺、まあ、ポテンシャルの部分ですね、そこら辺アピールできれば、まあ、十分内定は取れるのかなというふうに思ってますね。なるほど、コミュニケーション力すごい高そうなイメージがありますありがとうございます。その後一応その転職された後フリーランスで活動もされてたっていうふうに伺ったんですけれども、どういった経緯でフリーランスに転向されたんですか。フリーランスはまあ2年半前ぐらいになったんですけど、まあ、当時、まあ、僕の周りにもフリーランスが一人もいなくて、で、まあそのまあ、YouTube はその時もやってたんで、これはもうちょっといいネタになると思って、まあ、とりあえず、まあ、ガーッと調べた上で、まあ、ちゃんと一橋叩いた上で渡ったんですけど、まあ、半分ネタみたいな感じでフリーランスになってみて、飛び込んでみたら、まあ、メリットしかなかったっていう感じです。すごい気になります、そのメリットがこうフリーランスをこう経験してみて、まあ、メリットだなって感じたことって何がありますか。
そうですね、まあ、金銭的にも、まあ、時間的にもやっぱりここら辺は、まあ、融通が利くというか自由度が高い気はしてますね。やっぱり、まあ、会社員ではいろいろと経費にはできないと思うところとかも、はい、まあ、フリーランス個人事業主であれば、うん、そこら辺で経費にして節税とかもしたりできるんで、はい、まあ、最終的に可処分所得を多く残せるっていうメリットとか、まあ、あとはやっぱりなんだろう、月の稼働時間が140から180時間みたいな感じで決まってるんで、はい、まあ、その最低の140時間のラインでも働いておけば単価変わらずに、まあ、その分休めるとか、うん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 、な感じでも時間的制約もだいぶ自由度高いかなと思います、ね。うん、じゃあこう時間フリーランスの頃はこうどういった生活サイクルでしたか？今結構夜行性ですねもう今フルリモでもう起きてすぐ仕事ができる状態なので、はい、まあ、修行が10時からなんで、うん、まあ、もう修行の5分前とかに起きて仕事してます、うん、確かにそれがまあメリットですよね、かなり、うん、はい、今多分こうチャンネル見てる方とかもフリーランスになりたいとか目指してる方とか多いと思うんですけど、こうフリーランスとして稼働して活動していく中でこうなんかアドバイスとかもしあればぜひ伺いたいです。すべてが自己責任になるんですよね、フリーランスになると、うん、はい、なんか会社員であればある程度会社に寄り添って、うん、まあ、それでも毎月勝手にお給料が入ってくるに近い感覚を味わえるとは思うんですけど、はい、うん、まあ、フリーランスになって自分がちゃんとしなけ仕事をしなければ契約切られてしまう可能性がありますし、うん、あと確定申告だったりとか、そこら辺も全てもうなんだろう、自分次第っていうところであるので、うん、まあ、そこはちゃんと理解してからフリーランスに挑んだ方がいいかなとは思いますね、うん、ちゃんと心の準備をしてから、ね、そうですね。ありがとうございます、はい、まあ、フリーランスとして活動された後にまあ、ご自身で起業もされたっていうことだったんですけど、うん、起業される前こう不安だったりとかってなかったですか？それで言うとなかったですね。だったらその一般的に起業っていうと、はい、まあ、最終的にいっぱいその社員抱えて会社でかくして、まあ、上場してあるぜみたいなイメージがあると思うんですけど、はい、うん、今ってちょっとまあ時代が変わってきてて、まあ、個人会社というか一人社長とかで、うん、別に業務委託契約とかで雇って、はい、まあ、それで小さい法人だけど売り上げ立てていくみたいなことも可能なので、うん、そこまで、うんうん、なんか気持ちが重いとかはなかったなと思います、うん、はい、ありがとうございます。実はそのS弁さんはこう一度こう起業で失敗されたことがあるという経歴も拝見したんですけれども、うん、はい、ちょっと具体的に聞いてもいいですか？はい、そうですね、まあ、当時、まあ、独学で PHP をやっていて、うん、はい、で頑張ってその、まあ、作りたいサービス、はい、アルバイトのリファラルリクルーティングみたいなサービスを作ってたんですけど、はい、まあ、いかんせんそのフレームワークとかを知らない、うん、存在を知らないぐらいの技術力だったんで、まあ、大したものをまあ作れなかったっていうことがまあ一つと、はい、まあ、あとは、まあ、起業するにあたって資金が必要なので、うん、その友人のお父さんが会長さんでお金のある方だったんで、はい、まあ、僕のサービスをその頑張ってアピールして出資してもらえないかみたいな感じでお願いを何回もしに行ったんですよ、はい、まあ、なんですけど、まあ、そこはやっぱシビアな部分なので、まあ、そこ、出資には至らずっていうところで、まあ、資金も足らないし、まあ、技術力的にも全然足らなかったので、まあ、一回そこは断念しようっていう運びになりましたね。うん、ありがとうございます。やっぱりこう出資いただくって大変ですよね。大変シビアですね。そうですよね、まあ、多分こう成功も失敗もいろいろとご経験されてきたかと思うんですけれども、こうその機会でこう企業で得た学びだったりってありますか？資金繰り表とか事業計画書とか。ああ、すごいですね、うん、なんか20前20歳ぐらいの時だったんで、はい、そんなものの存在もそもそも知らないじゃないですか。うん、私も分かんなかったです。でなんかそれそれ書いて出してくれって言われたんで、はい、一生懸命頑張って自分たちなりに頑張って勉強して、うん、まあ、書いてっていう、まあ、その、まあ、非日常というか、うん、多分普通に生きていたら味わえないであろうこととかも経験できたので、はい、まあ、勉強になりましたし、まあ、胆力もついたかなっていうところでありますね。まあ、今に生きているってことですね。そうですね、うん、そこは、はい、ありがとうございます。